プエルトバリオスは、グアテマラ、イサバル県の県と、ホンジュラス湾の中にあるアマティケ湾に望む港町であり、かつてカリブ海貿易の中心として繁栄した。プエルトバリオスは1873年に、グアテマラの大統領となり、自由主義的改革によって知られる、フストルフィーノ・バリオスによって1880年代に建設され、町の名前も大統領にちなんでいる。 その後、1908年にグアテマラシティとの間を結ぶ鉄道が主にユナイテッドフルーツ社の出資によって開通し、ニューヨークやニューオーリンズへバナナを出荷するための港として繁栄した。しかし、1970年代にユナイテッドフルーツ社はデルモンテに売却され、プエルトバリオスの繁栄は終わりを告げた。なお、カリブ海貿易の中心はプエルトバリオス港ではなく、 近くのサントトマスデカスティージャに移っている。サントトマスデカスティージャは1976年のグアテマラ地震でプエルトバリオス港が大きな被害を受けたことから新たな貿易港として建設された。首都グアテマラシティの間にハイウェイが走っている。リビングストン及びベリーズのプンタコルタとの間にフェリーが運行している。かつてはグアテマラシティとの空の便があったが、 現在は廃止されている。ウィキメディアコモンズには、プエルトバリオスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。